皆さん、こんにちは。篠山紀信さんに見出されて芸能界入りをした宮崎美子さん。昔から変わらぬルックスはあの志村けんさんをも虜にしていたようです。過去に結婚していたそうです。夫は誰なのでしょうか。また娘が女優だという噂もあるようですが、真相はどうなのでしょうか。今回は宮崎美子さんの生い立ち、経歴、年齢や出身大学、結婚した旦那や子供や娘、病気の噂や年収、現在の活躍などについてまとめました。まずは宮崎美子さんの簡単なプロフィールをご紹介いたします。本名宮崎美子、生年月日1958年12月11日、身長156センチメートル、出身地熊本県、最終学歴熊本大学法学部法律学科、所属事務所ホリプロ。宮崎美子さんは1980年代から活躍する女優、タレントです。国立大学法学部出身の知的なイメージと柔らかさと色気が共存した魅力的なルックスにより、才色兼備の女子大生タレントのジャンルを確立しました。年齢は65歳を迎えている宮崎美子さんですが、現在に至るまで変わらぬイメージで活躍を続けており、今なお高い人気を誇ります。宮崎美子さんは1958年12月11日に熊本県熊本市で銀行員の家庭に生まれました。父親は仕事の都合で転勤が多く、宮崎美子さんは小学校から大阪府豊中市へ家族で移住し、その後再び家族は九州大分市へと引っ越し、宮崎美子さんはそこで高校時代途中まで過ごし、高校2年生の時に再び引っ越しで熊本市へと戻っています。宮崎美子さんは大学3年生だった1979年、篠山紀信が撮る週刊朝日キャンパスの春という企画に応募し、約1000名の中から合格者10名に選ばれています。当時交際していた医学部の学生が撮ったシンプルで化粧気のない写真が審査員の目に留まったのが合格の決め手だったそうです。宮崎美子さんはこの企画にて週刊朝日1980年1月25日号の表紙を飾り、その年にミノルタ、現在のコニカミノルタの一眼レフカメラ X7 のテレビ CM に出演し、 T シャツとジーパンをおもむろに脱いでビキニ姿になるという内容が反響を呼びます。宮崎美子さんは CM 出演をきっかけに雑誌やテレビなどへ出演するようになり、当時は珍しかった現役の国立大学の女子学生タレントとして人気を上昇させました。1980年4月から熊本放送の番組でレポーターを務めるようになり、同年10月から放送された TBS の昼ドラ「元気です」に主演し、女優としてデビューしました。1981年4月から9月にかけては2年 B 組千八先生に出演。その間芸能生活と大学生活を両立し、東京熊本間を飛行機で往復する忙しい生活を送りました。芸能活動で多忙になった影響で、宮崎美子さんは大学を1年留年して1982年3月に卒業しています。その後は女優としての順調に人気を上げ、映画やドラマ、舞台など数多くの作品に出演しています。またテレビタレントとしての人気も非常に高く、特にその知的さからクイズ番組で活躍、過去には TBS クイズダービーにレギュラー出演、近年では Q 様やタイムショックなどのクイズバラエティで活躍し、たびたび優勝を収め、クイズ女王とも呼ばれています。引っ越しの多い子供時代を送った宮崎美子さんは豊中市立南桜塚小学校から大分市立鶴小学校へと転校、さらにその後大分市立春日町小学校へと転校して同校を卒業。その後大分大学教育学部附属中学校、偏差値65を経て大分県立大分上野旧高等学校、偏差値70へと進学。高校2年進学時に
熊本県立熊本高等学校、偏差値75へと編入し卒業しています。高校卒業後は国立熊本大学法学部法律学科へと進学しています。大学での専攻は現代の政治でした。宮崎美子さんは現在は独身ですが、1989年9月に一度結婚されています。しかしわずか1年4ヶ月後の1991年1月に離婚しています。宮崎美子さんの結婚した旦那は2年 B 組千八先生でアシスタントディレクターを務めていた上川信弘さんです。上川信弘さんはあのビートたけしさんからも絶大な信頼を持たれるほど優秀な人物のようです。さらにたけしの万物創世記ではサウンドトラックの作曲や編曲を行うなど音楽にも精通する多彩な人です。そしてビートたけしさんだけでなくお笑いビッグスリー全員の番組の演出も手掛けておられます。タモリさんのタモリの音楽は世界だでは演出とディレクター、明石家さんまさんの明石家さんまに聞きたかったのはそういうことだったのねスペシャルで演出を務めておられました。すなわちビッグさんが信頼を置くビッグな演出家と言えそうですね。また今ではクイズ番組の定番となっている正解は CM の後で、この手法を立案したのは上川真宏さんだったそうです。今では正解を CM の後まで引っ張るために使われる手法ですが、もともとは CM の時間を問題を考える時間に使ってもらうという意図だったようです。そんな上川信弘さんとの結婚は実は宮崎美子さんの方から結婚を言い出したのだそうです。女性セブン2020年11月19日号によれば、ご両親にさえ事前通達のない異例の結婚だったそうです。詳しく調べたところ、宮崎美子さんのお父さんが上京したタイミングでそれを聞かされ、1ヶ月も経たないうちに両家のご家族が対面したといいます。まさに恋の嵐ですね。こうした経緯があってなのか、婚約指輪や結婚指輪はなかったそうです。結婚後は神奈川県伊豆市に新居を構え夫婦で暮らしていました。宮崎美子さんは元旦那の上川信弘さんとの離婚理由について、当時の女性誌のインタビューで、自分が結婚しよう離婚しようと勝手に問題をまいているだけで、元旦那の上川信弘さんは悪くないと語っています。宮崎美子さんによれば、自分は夫に尽くす良妻になろうと努力しているのに、旦那の上川信弘さんがそれを求めていなかったため、だんだんとストレスをためて離婚に至ったということです。そんな宮崎美子さんですが、実は離婚後も元旦那の上川信弘さんと仲が良いのだそうで、時間が合えば一緒に食事に行ったり旅行に行ったりもしているのだそうで、2024年現在も良好な関係は続いているようです。結婚生活は1年4ヶ月で終わった宮崎美子さんには子供はいませんが、ネット上で本当は娘が一人いると噂されているようです。宮崎美子さんの子供だと噂されているのは女優の宮高蓮さんで、名字が同じであることに加えて同じ九州の出身であることや、早稲田大学社会科学部出身で才色兼備であるところが宮崎美子さんと被ることなどから、娘ではないかと噂されるようになったようです。また人気若手女優である上白石萌音さんが若い頃の宮崎美子さんと似ていて、実は母子ではないかと噂されましたが、これももちろん事実ではありません。以上のように離婚理由についてははっきりとは語られておらず、詳細は分からず自前なわけですが、ネットには離婚理由として宮崎美子はうざかったのではとの意見が聞こえてきます。クイズ番組に出演する宮崎美子さんにわざとらしいうざいという評判が少なからずあるようです。なぜわざとらしくてうざいのか、その理由は頭がよく絶対わかっているのにわからないふりをする態度にあるようです。これらのクイズ番組での言動が一般視聴者の人にはうざいと嫌われてしまうようです。宮崎美子さんは国立の熊本大学の法学部を卒業しています。もし芸能人にならなかったらジャーナリストになる予定でした。そのため知的な女性なのです。
若い頃からクイズダービー、タイムショック、平成教育委員会といったクイズ番組で活躍し、クイズの女王と言われるほどでした。しかし、あまりの正解率が高かったため、クイズ番組を干された経験があるそうです。視聴者からすると毎回毎回正解する若い宮崎美子さんにいい気持ちがしなかったのでしょう。女優もやっていた宮崎美子さんですが、頭がいいのでクイズ番組には出たい。そのために編み出したのが、わからないふりをするという自分で考えた演出でした。しかし、そのわからない演出も視聴者には鼻につきうざいと感じるようです。視聴者に文句を言われないように出演するなら、勉強しないでクイズ番組に出ればいいところです。しかし、勉強好きの人が勉強をやめることはできません。登山家が山があるから登ると同じ感覚で、情報があるから知りたくなるそう。宮崎美子さんにとって勉強することは生きがいなのでしょう。その一環として漢検一級を保持しています。日常生活をしている分には漢検一級は必要ありません。漢字をどんどん覚えて、どれだけ知識として残っているかを試す場所が漢検一級。やめろと言われてもやめられないのでしょう。勉強したい、知識が増える、クイズ番組出たい、正解率が高いと干された、わからないふりをする、意外に干されない、でも視聴者からはうざがられる、この流れで宮崎美子さんはうざがられるようです。好きなものは一生懸命取り組む宮崎美子さん、旦那に対しても好きすぎて頑張りすぎて評価してくれない旦那にきつく当たったのかもしれません。インターネットでは宮崎美子さんと病気というワードが関連付けられるのですが、これはどうやら過去に宮崎美子さんが出演した番組で病気になるリスクが高い体質であることを指摘されたことがあるのが関係しているようです。宮崎美子さんは2013年11月3日に TBS 特番枠スパモクで放送された大ヒットのあの本試してみますに出演した際に、体温が通常に比べてとても低く、放っておくといろんな病気にかかる可能性がある番組内で紹介された本、体を温めると病気は必ず治るの著者、石原ケツヌキさんに指摘されました。宮崎美子さんは、番組内で体温を上げる食事をとったり、生活習慣をしたりして、体温を上昇させ、病気になりにくい体質に改善していました。この番組で生活習慣や食生活を変えたのが良かったのか、現在も宮崎美子さんは病気にはかかっておらず、元気に活躍されています。現在もタレントや女優として大人気の宮崎美子さんですが、その年収がいくらくらいなのかにも興味のある人が多いようです。しかし宮崎美子さんは年収は公開しておらず、推定などもされていないため、年収に関する情報は全く出ていません。タレントや俳優業というのは華やかに見えて、そこまで年収は高くないと言われていますが、宮崎美子さんほどの売れっ子のベテランタレントであれば、少なく見積もっても1500万円から2000万円ほどの年収はあるのではないかと考えられます。宮崎美子さんは2020年12月25日に約40年ぶりとなる水着姿のグラビアが収録された宮崎美子デビュー40周年記念カレンダー&フォトブックセットを出版し、話題になりました。この宮崎美子さんの水着グラビアの一部が週刊現代に袋とじで掲載されると、当時の年齢61歳とはとても信じられない美しいビキニ姿が大反響を呼びました。この宮崎美子さんのフォトブックのアマゾンでの予約注文数は、同カテゴリーの話題商品「鬼滅の刃」カレンダーを抑えての1位をマークしており、そのことでも注目度の高さがよくわかります。一部からはこのビキニグラビアを見て、デビューした当時よりも年齢61歳の現在の方が美しいのではないかといった驚きの声も上がっているようです。そんな宮崎美子さんの現在の活動をご紹介いたします。実は2020年8月25日に YouTube チャンネル「よしよし宮崎美子チャンネル」を開設し、 YouTuber デビューしてファンを驚かせました。2024年2月時点では開設から2年半ほどですが、チャンネル登録者数は 3.2 万人と伸び悩んでいる模様。
宮崎よし子さんによれば、 YouTube では好きなことをやろうと考えているそうで、ずっとやってみたかったというボルダリングに挑戦したり、好きな小説を朗読したりと、さまざまな企画の動画をアップされています。視聴者からの反応はかなり良い様子で、今後の宮崎よし子さんの YouTuber としての活躍も楽しみにしたいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。